どうなっている。ありえん。ひれ伏していたヒルチュアルもいなくなっている。前に見たのは、すべて幻覚だったというのか。確かに、あれが幻覚のはずない。あの偉大で神秘的な力は、まだ私の頭の中で、この体の中で響いている。幻覚でも偶然でもなく、ましてや夢でもない。あれは、確かに存在する神秘だった。行こう、旅人。あれが消失したのには、必ず意味があるはずだ。いつの日か再び、この目にする機会があると、私、神ではなく、罪人か。どういうことだ。カリベルトはどこに行った。嘘だ。カリベルト、まさか誰かがここに来たのか。いや、ドアは破壊されていないし、周りに誰かがいた痕跡もない。まずい。カリベルトの今の姿でレンジャーや冒険者に遭遇したら。待て、誰かが物を動かした形跡がある。まさか。鏡が割れている。おそらくあの子は仮面を外したんだろう。なんということだ。親の教えを守らないとは。急いであの子を追うぞ。カリベルト、カリベルト、止まってくれ。私だ、パパだ。もし何か見ていたとしても、それは全て幻覚で、どれも嘘っぱちだ。パパが言っただろう、ここは童話の世界だと。本当のことではない。ほら、私のところに来るんだ。一緒に戻ろう。カリベルト、どういうことだ。あの子は知性を取り戻したというのに、私の話を理解できているはずだろう。さあカリベルト、一緒にお家に帰ろう。一緒に帰ってくれるな。カリベルト。パパ、こんなのあんまりだよ。違う、全て私のせいだ。こうなるともっと早く知っていれば。何もかもが残酷すぎるよパパ。間違いない。やっと理解したぞ。おや、目が覚めたか、旅人。ちょうどあなたとこの喜びを分かち合おうと思っていたところだ。いや、違う。旅人という名で呼ぶ必要はなかったな。私はとっくにあなたの正体を知っているのだから。なーに、あなたのことはもともと知っていたのだ。ただ話をしながら少しずつその事実確認をしていったまで。それは至って普通のことだ。あなたのように高貴なお方が私たち全員を知っているはずもない。
それに最初、私は偽名を使った。エデとは、かつての私の従者の名でな。そう、私の本当の名は、コロタール。コロタール・アルベリヒだ。あなたも見ただろう、あの力を。カリベルトが身にまとった力は、あなたの言う罪人の力にそっくりであった。そして今、私は確信した。あの力こそ、アビスなのだな。ようやく目にできた。あなたには関係ない！罪人。罪人だ。罪人のみが罪人を救済できる。カリベルトの運命はこうなるはずではなかった。だが今は実に良い。あの子は自分の運命を織り直す機会を手に入れたのだからな。その極限の悲しみから生まれて、あの子は運命の食器になるのだ。危険で不吉？まさかあなたの口からそんな言葉が聞けるとはな。我々はかつて信じていた。あなたがカーンルイアに力と希望をもたらすことを。なぜなら、あなたはアビスそのものを代表している。想像を超え、理解を超えた神秘の象徴なのだから。そして、カーンルイアがアビスを掌握すれば、すべてを掌握できる。我々はかつて、そのような未来に憧れ、あなたのことを見つめていた。しかし、あなたは、果たして我々に何をもたらしただろうか。カーン・ルイアの姫様。今、俺のこと、なんて呼んだ？気を失ってる間、何があった？俺が付近の地脈を調べたところ、アビスの力の影響により乱れがずっと生じていたようだ。地脈にはこの世の情報と記憶が流れている。もしや貴様、何かを見たのか？コロタール・アルベリヒのことか。奴は、アビス教団を創立した後、アビスへの信仰から様々なことを成した。だが、不死の呪いは最後まで奴の肉体と精神を蝕んだ。奴の信仰するアビスが救済を与えることもなかった。そして100年後、奴は完全に正気を失うと姿をくらました。しかし、確かに奴はその手で数々の厄介事を残していった。例えば貴様たちが目にしたあの汚れた逆さ人像も、奴が当時アビスの力を利用して作った未知の産物だ。そう言っていいだろう。でなければ彼女がアビス教団の姫になっているはずがない。旅人、大丈夫か？その顔、一体何があったんだ？ふん。
貴様の視点から数百年前の彼女の記憶を見るとは、実に奇妙なことだ。やはり運命の食器という概念はあの時代に生まれたものだったか。しかもコロタールの息子であるカリベルトの当時の状態がそれに関係していた可能性が高いようだ。ただこの話を貴様の血縁者から聞いたことは一度もない。つまりその頃から彼女はすでにこの道を歩むことを決意していたというわけか。ああ、あいつもきっと長いこと一人で考えていたんだろう。いわばこのことが全ての始まりと言っても過言ではないのかもしれない。なんだ？畑？急にそんなこと気にしてどうしたんだよ。ここにか。ならば掘り返してみるとしよう。本当に怖かったぞ。お前ら、もう埋め直したか？男と女の遺骨が一人ずつ同じ場所に埋められているとは。気になるのは男の遺骨の埋葬された時期が明らかに女よりも遅い点だ。これは何を意味している？貴様はなぜこの下に遺骨があると知っていた？なんだと？あ、こんなこと。コロタール・アルベリヒが最終的に不死の呪いを解かない限り考えられないことだ。あらゆる情報が錯綜している。整理するには時間が必要だろう。それにもう一度俺の記憶から何か見つけられないか骨を折る必要があるな。ここで別れるとしよう。え、またどっか行っちゃうのか？オイラたちと一緒にいてもいいんだぞ。しばらくは別行動をした方がいい。なぜなら奴がもう貴様のことを見たかもしれん。奴？ああ、奴の正体は大方予想できている。これもまた手がかりをつなぐことで確認しなければならないことの一つだ。気が熟したら次に会う時に貴様に教えよう。ところでその奴が旅人のことを見たかもしれないって言ったけど、もしあいつならそういったことはおそらく奴を制限する要素にならないはずだ。そいつって一体何者なんだ？さあ話はここまでにしよう。貴様の心には休息が必要なはずだ。ダインのやつまた行っちゃったな。これでまたオイラたち二人だけになっちゃったぞ。あ、